秋田県の農村地帯、そこに暮らす若い農業従事者の思いが今地域に向け食と農業の大切さを広めています。 JA 秋田ふるさと青年部、彼らの取り組み、食農教育をご紹介します。秋田県横手市、秋田県の南部に位置する人口およそ10万人の町です。有数の豪雪地帯として知られ、雪をドーム状に形成した鎌倉でも有名です。かつては城下町としても栄えた歴史のある横手市、そのもう一つの特色が農業。平成10年に旧市町村が合併、旧横手市周辺の農村地帯が一つになりました。県産米の秋田小町をはじめ、リンゴや洋梨などが特産品として知られています。そんな農業の町で広域合併に伴って誕生したのが JA 秋田ふるさと。その中の各支部の若手を集めて平成9年に設立された組織が JA 秋田ふるさと青年部です。青年部では設立に伴いある課題が持ち上がりました。それは新しい仲間とのつながり。ふるさと農協自体が、合併という機会を設けまして、それぞれ各市町村にあった農協が、まとまって今の大きい秋田ふるさと農協というふうになったんですけども、それまでは独自の、市町村単位で青年部活動というのには携わってきました。広域合併で作物が違う町の人たちと一緒になって活動するということは、農繁期も違うし思想も違うと、作物によって考え方が違うので、まとまりやすい事業ということを考えてみたところ、食農教育という言葉が、インターネットとかでいろいろ探していたところ、たまたま見つけまして、5年前からじゃあ食農教育というものを掲げて活動していこうということに決めました。食を通じて農業の楽しさを伝える試みは、平成18年から親子農業体験という形でスタートしました。30人ほどの参加者から始まった農業体験はやがて好評を博し、現在では年2回のバスツアーが行われるほどの盛況ぶりとなりました。そしてこの体験が若い部員たちにも変化をもたらしたのです。自分たちの技術の向上とか、そういう勉強会はやってきたんですけども、農家じゃない人たちに知ってもらって、理解してもらって買ってもらうことの大変さをみんなでこう味わったところ、充実感が生まれて、来年ももっと大きくやってみようと。で、200人規模に今度しまして、そこから本格的な食農教育への第一歩を踏み出したような感じ。やがて食農教育は様々な形で広がっていきます。秋田市で行われた農業展示会でもその成果が披露されていました。現在青年部では横手市近隣の小中学校に出張して農業体験の授業を受け持っています。この会場には子どもたちの作ったレポートが貼り出されているのです。地域の基幹産業である農業をより身近に知ってもらい学んでもらう、その試みは子どもたちの制作したレポートを見る限り成功しているようです。一緒に農作業することで初めて体験した子たちから帰ってきたもので、自分たちが初めて気づくことも多かったんですね。なので、人を育てるっていうことが一番大きいのが食の教育なのかなって、思ってます。やがて食農教育は地元の子どもたちから地域の外へと広がっていきます。11月、横手市内の田んぼに青年部の若手が集まりました。その中には若い女性の姿が。実はこの日催されているのは青年部主催の婚活イベントなのです。長らく問題となっていた農家の嫁不足、その解決策として青年部は自分たちのホームグラウンドでイベントを開催したのです。今まではそのホテルだったりとか、その形式ばった婚活イベントに参加していて、どうもなんかしっくりこないっていうか、着慣れない服を着て、で声をかけたこともないような綺麗な
方に声をかけてだったりとか、まあ、男同士でもみんなそわそわしてたんですけども、これを自分がその普段働いてる畑であったり田んぼであったり農作業ということを通じて自分のフィールドにその参加してくれた女性の方々を招き入れたら、まあ、少しはリラックスできる中で会話も楽しめるんじゃないかということで、この日は盛岡市と宇後町から2名の女性が参加。はじめはトラクターを恐る恐る操縦していた女性たちも青年部の優しい指導ですっかりリラックスしている模様。よそ行きの服を着てのおしゃべりよりも大地に触れ農業を体験してもらう方が横手市らしいイベントと言えるでしょう。知り合いから今秋田で婚活イベントいろんなとこやってるんだよっていうのを話を聞いてて参加してみました。なんか皆さんすごく優しくて素直な人たちで、はい、すごくいいなと思いました。最近食育などすごくいろんな面で重要視されているのでその点も学べるかと思いまして、本当に気さくな方たちが多くて場の雰囲気も和やかにしてくださる人が多かったので農家の方のイメージがちょっと変わりました。普通に農業だけやってると会わない人たちと会うことが多くなるんで、自分どういうことを話そうかなっていういういい勉強をやらせてもらっているので、できることならいろんな人に、話してもらいたいなと思っています。自分のうちに、帰ってからもそのホームセンターだったりで苗木を購入してプランターで栽培してますよなんていう話も聞きましたし、こうなってしまったけどどうなのっていうようなことを連絡を取り合いながら関係をまだ続いてるなんていう人も、いるって聞いてます。しかしこのイベントは単にお嫁さん候補を探すだけではなく、部員たちの意識を高め、かつ参加した女性に食と農の在り方を知ってもらう意図があると小森屋さんは言います。うちらの部員と結婚してくれればそれは最高なんですけども、 まあそうでなかった場合でも食に関する興味っていうのは女性お母さんってあると思うんです。でそれ興味があるだけで深いところまで入ってないっていうのが現実というか実情だと思いますので、その我々のこの作ってる土に触れてで一緒に作物を作るという姿を見てくれたっていうだけでもいいことかなと。消費者の人たちってどこでこれ作ってるとかって見れると思うんですよ。野菜にしろ果物にしろ米にしろ、まあでも例えば友達から本当はこういう秋田の横手って聞いたっけなとか、そういうのはちょっと残ってるだけでも、まあ、違うじゃないかなと。こういう人たちを知ってあもっと勉強できるんじゃないかとか、もっと刺激を受けられるんじゃないかっていうの、もっと農業楽しいのかなとそこでさらに思ったす。大きく身構えることのなくどなたでも簡単に参加できるようなスタイルにしてもっとより多くの人に農業に携わっていただきたいなというふうに考えています。仲間以外との交流によって改めて仲間を地域を見直す婚活イベントは自分自身を成長させるチャンスでもあるのです。食農教育は秋田県を飛び出し全国へとその根を伸ばし始めました。この日青年部員たちが向かったのは神奈川県相模原市にある小学校。平成19年から開始された農業体験の出張授業です。学校の先生から5年生の社会科の授業でお米の授業をしたいと、で子どもたちに知っているお米は何ですかと聞いたところ 80% の子どもたちが秋田小町と答えたと。秋田の JA に電話すればそういうビデオレターでもう授業ができるんじゃないかと思ってその先生は電話したらしいんですよ。ビデオレター撮ってる最中にこれで本当に分かるのかなと、要するに田んぼを身近で見たことはない、お米がどのようにして育つか分からないという子どもたちにビデオレターでは分からないんじゃないかということで、だったらうちらが学校に田んぼを作ってやろうじゃないかと。使われていなかった花壇の土を入れ替え秋田小町ともち米の2種類を栽培、田植えと稲刈り以外は全て子どもたちの手によって行われています。この日は待ちに待った稲刈りの日。
部員の指導を受けながら慣れない手つきで鎌を振るう小学生たち。一回引っ張ってで全部切り切れなかったらまた戻って。普段口にしている米がどうやってできるのか自身の経験を持って学習する。都市部ではなかなかできない体験です。よし、オッケー。刈り取った稲はベランダで天日干しされた後脱穀して自分たちで試食します。この授業にはある特色があります。それは指定制度。先生と生徒ではなく後継ぎを育てる職人としての関係。その真意とは。青年部員が師匠、子供たちが弟子という制度を2年目から取り入れています。でそうすることによって20代前半のまだ農業やと間もない若手が子供たちから師匠と呼ばれ1年間お付き合いすると。弟子入り制度を設けてから行って帰ってきた部員は青年部活動に積極的に参加するようになるし、非常にこのお米の PR にもなるし子供たちにも好き嫌いなくなると。野菜食べれなかった子供たちが食べれるようになってるんですよ。次に行った時一切食べれなかった子供が。脱穀の方法についてレクチャーする部員たち。使い慣れた機械であっても初めて見る子供たちにどうすれば理解してもらえるか奮闘しながらの説明です。師匠となることで部員の人間的な成長も促す。身近にあるために気づかない農業の喜びや地域の大切さを改めて感じる。職能教育は全ての人間を育てていきます。やはりこういった体験する機会が少ないので秋田の方に教えてもらえるということはとても有意義な体験になっています。稲刈りの後は子どもたちによるこの1年の成果発表。奮闘する姿を農業に携わったばかりの頃の自分と重ねているのか部員たちの顔は皆穏やかです。午後は青年部が秋田から持参した秋田小町を使っての家庭科の授業。米の美味しさが味わえる塩むすびや米粉を用いたぬれせんべい、そして米粉のピザとバラエティに富んでいます。この米を使った数々のレシピのように食農教育もバラエティ豊かな試みを通じ地域に暮らす青年の農業への誇りを高め農業とは無縁だった人々にもより内情を知ってもらうことに成功しています。若手による食育への取り組みと人材育成の成功、嫁不足への取り組み、解決姿勢が評価され、JA 秋田ふるさと青年部は平成22年度地域づくり総務大臣表彰において団体表彰を受けたのです。まさか自分たちがもらえるとは思わなかったんですけども、実際やっぱりこう継続していくとこういうふうな賞ももらえるし力にもなると。私たち農家が教える食農教育っていうのは自分たちを育てる教育でもあるのかなと。絶対何か結果が現れるはずだと信じて、でそれがこの形とはこの総務大臣表彰とは思ってはいなかったんですけども、いろんな事業をこなしてますけれども何が一番の醍醐味かっていうのは仲間作りであったりその人のつながりがすごく重い活動をしてると思うんですね。仲間がこう増えていくっていう仲間作りをできる楽しさっていうのはすごく味わえる活動だと思ってます。地域づくりは人づくり。仲間を増やし意識を高め歩みを進める JA 秋田ふるさと青年部。これからもたくましく伸びゆく稲のように力強く育っていきます。